こんにちは、水菜です。この動画は、この前の動画の補足動画になります。手短に終わらせます。前回の動画は、あれはあれで第2カメラのコンテンツっていうことでいいんですけれども、その後でね、ズームの画面を共有したいっていうご質問をいただいた方への回答にあんまりなってなかったので、ちゃんと撮りたいと思います。結局、なんやかんやいろいろね、機材を揃えて、がっつりやろうと思ったらいくらでも方法はあるんですけど、なるべく手軽にしようと思うと余計ややこしくなっちゃったって話なんですけど、まあ、最終的に私が思うのは、今、正面にこうありますよね、カメラ。そのカメラを、私は普段もネジでガチって固定しちゃってるので動かせないんですけれども、今日はちょっと動かせるカメラを前に引っ掛けてるので、それでやってみたいと思います。で、それをですね、結局、お話ししてるときはこれでいいんですけど、画面を映したいときはそのカメラを外して、まあこういうふうにね、まあ結局こうやって映すしかないのかなと思いますね。ちょっとピントが怪しいんですけど、まあピントの合わせ方はいろいろやってみていただいて、ここが一番いいっていうね、こういう見え方をご自身で探していただいて、で共有するのが、まあ一番シンプルで簡単かな。機材も追加で買わなくていいし、いいのかなと思います。ちょっとピントがなかなか合わない。難しいんですけど、まあ、ここっていう場所を見つけていただいて、やっぱりこの自分のアカウントのところだけは無限入れ子になってしまうので、まあ、それは仕方がないかなと思います。結局説明するときって、ここが見えたらいいと思うのでね、気持ち悪いところは映さなければいいのかなと思いますね。難しいですね、ピント合わせるのが。あとは iPhone とかタブレットで映す方法ですね。まあ普段 Zoom ってインカメになってると思うんですけど、それを通常のカメラの向きに変えていただいたら、ちょっと今カメラね、指で押さえてるんですけど、で、インカメになってるんですけど、それをカメラを切り替えれば、こうやって外側が映るので、この方が画質が綺麗かもしれないですね。タブレットとかスマホで映していただくっていう形ですね。スピーカービューに変えたらね、全画面にできるんだけど、音のハウリングがちょっとどうやって改善したらいいかなっていう感じですね。一応これでね、手元とかも映せますし、対応していただけたらいいのかなと思います。まあそんな感じでちょっと余計なネタを入れてしまったので、ややこしくなってしまったんですけれども、参考にしていただければ幸いです。